シセロプライスはアメリカ海軍の士官で最終階級は大小。東インド艦隊の司令官を務めた。マッシュペリーにより日本を開国させた米国だが、その後の南北戦争の勃発のためにほとんどの艦艇が米国に戻り、アジア方面の海軍力は貧弱であった。アジアには南軍の死略戦対策として少数の艦艇が派遣されているのみであった。 このような中、日本では上位運動が盛んになりつつあり、1863年には下関戦争が勃発し、米国の商船アメリカ商船ベンプロークが攻撃された。この時はスクリュー戦闘スループワイオミングが横浜に停泊しており、直ちに報復攻撃を行い、長州藩の軍艦を撃沈した。しかしながら関門海峡は依然封鎖されたままだった。 翌1864年、中日英国公使、ラザフォード・オールコックは、長州藩に対する懲罰攻撃を決意した。オールコックの、この方針に、フランス、オランダ、アメリカも同意し4月に、四国連合による武力行使が決定された。しかしながら、この時期日本にあった米国軍艦は、シセロプライス大将の搬送スループジェームスタウン一隻のみであった。しかも、 ジェームスタウンは搬送であるため、他国の蒸気軍艦と行動を共にすることは難しいと思われた。このため、プライスは横浜に停泊していた米国戦籍のスクリューショーセンター、キアンをチャーターし、30ポンドパロット砲を搭載。一時的に東インド艦隊に編入し、4カ国連合艦隊17隻の一隻として下関攻撃に参加した。プライスは、 その後1865年まで東インド艦隊の司令官を務めた。1888年11月24日、ニューヨーク州トロイで肺炎のため死亡した。ありがとうございます。